もしも末広がりずが友人代表スピーチをやったら、どうもどうもやってまいりました。我々が末広がりずと申します。いいよ、よろしくお願い立てまつります。こたびは新郎新婦とのご結婚ということで、三島殿が文をしたためてまいりましたぞ。はい、うん、ただいまお引き立て賜りました末広がりず三島と申します。ちょっと硬いの、うん、新郎新婦並びにご両家の皆々様、うん、こたびは終着至極に存じまする。おめでとうございますのことです。恐れながらお祝いの儀を申し上げ立てまつりまする。スピーチを今からさせていただきます。新郎殿とは、うん、寺子屋からの幼馴染にて、小学校からな、等しく毎り付き籠入れ部にて汗を流したお仲間にて候補。バスケットボール部で汗を流しました。我ら春になれば、うん、共に桜の下にて杯を傾け、杯を渋いの、夏には共に磯で焚き火飯をしておりました。浜でバーベキューかな。秋には南京祭りを催し、ハロウィンパーティー、冬には雪板滑りや白ひげ沖縄の褒美配り祭りなどといったいとまを見つけては共に過ごしてきまして、ソロスノーボードやクリスマスパーティーで楽しんでました。新郎殿は一言で申さば、うん、情け深き人柄にてソロ。そうなんじゃな、うん、周りが心苦しき折は共に袖を濡らし、涙を流し、悩みしい折は共にない、落ち込み、愉快なる折は誰よりミスが笑顔でな、今日が乗れば三島殿下向き、三島殿、あれ、三島殿が、泣いてしもうた、三島殿が泣いてしもうた、笑ってた。何それ、どういう感情、どういう感情。さようなら新郎殿なればこそ、神父殿と幸久しからんと固く信じておりそうろ。一生幸せになれると信じております。ご両人の末永きご多幸を心よりお願い賜りまして、我がお祝いの儀と相なりましてござりまする。島のスピーチとさせていただきます。こたびは誠に終着至極に存じまする。おめでとうございまする。これに手を開き、この度吉本芸人にオリジナルメッセージ動画を依頼できるラフレターが始まりました。結婚式のお祝いコメントや友人の誕生日祝いなど、さまざまな場面でご活用できまするぞ。皆様のご依頼お待ちしております。